は、豆加減下属に分類される越年草である。中国原産。蓮華草、蓮華とも呼ぶ。湿ったところに生える。全体に柔らかな草である。茎の高さ10から25センチメートル。根本で枝分かれし、暖かい地方では水平方向に匍匐して60から150センチメートルまで伸びる場合もある。茎の先端は上を向く。 また、根本から一回り細い補服形を伸ばすこともある。葉はえっかい鵜状を吹くよう、小葉は円形に近いら円形、先端はマリーカ、少しくぼむ。一枚の歯では、基部から先端まで小葉の大きさがあまり変わらない。花形は、溶液から出てまっすぐに立ち、歯より突き出して花をつける。花は先端に、臨生状に一まとまりにつく。褐色は、高子色だが、 稀に白色の株もある。玄華の花は、良い、蜜源になる。蜂蜜の源となる蜜源植物として、利用されている。ギリシア神話では、祭壇に捧げる花を摘みにのに出た仲良し姉妹の、話が知られている。妊婦が変身した、ンゲ草を誤って摘んでしまった姉のドリオペが、代わりに、ンゲ草に変わってしまう。花は皆、女神が姿を変えたもの。 もう花は摘まないで、と言い残したという。春の季語。茹でたわかめは食用にもなる。民間薬として利用されることがある。玄華の花を歌ったわらべ歌もある。春の小川などが知られている。手に取るなやはりのにおけれんげ草は、江戸時代に滝の久小水が読んだ俳句。遊女を見受けしようとした友人を止めるために読んだ句で、れんげはのに咲いているから美しいので。 自分のものにしては、その美しさは失われてしまうという意味。展示で、ある人物を、表舞台に立つべきではなかったと評する意味合いでも使われる。乳牛を飼っているところでは、資料とした。急光電の雑草防止策にもなった。原華の生える中に不幸生地かまきして、乾電気除草剤を使わないで済む、方法、原華の枯れのうちに受水、強力な有機酸を出させて、 雑草を起こしさせる方法がある。ただし原華は室外に弱く、不幸期では連作障害が起きかねない。21世紀に入ってからは、外来種のアルファルファタ小僧虫による被害が目立つ。原華畑原華畑、三重県桑名市化学肥料が自由に使われるようになるまでは、緑肥及び牛の飼料とするため、8から9月頃、稲刈り前の水田の水を抜いて種を巻きよく張るに、 花を咲かせていた。これは、玄芸畑と呼ばれ、春の風物詩であった。化学肥料は、20世紀に入ると生産が本格化したが、原材料が軍事物資という側面があり、農業分野で大量に使用することがはばかられていた。このため玄芸を、水田や畑に緑肥として栽培することで、化学肥料の使用を抑える手法が取られていた。戦後は、 化学肥料の大量生産や使用が自由になったこと、また、保温雪中縄白の普及により、稲の早植えが可能になり、緑肥の生産スケジュールと被むるようになったことも、玄下畑が急速に姿を消す、原因の一つとなった。窒素固定は、植物が大気中の窒素を取り込んで窒素肥料のような形で、蓄えることによる。玄下は、根に、休憩の根粒がつく。 原下の窒素固定力は強大で10センチメートルの生育でおおよそ 10R1 トンの生層、14から5キログラムの窒素を供給し得る。普通15ないし20センチメートルに成長するからもっと多くなるはずである。地方公共団体の花に指定している自治体その立場県大滝町に大滝蓮毛の里がある。蓮毛層に関するカテゴリー。ありがとうございます。